知ってる。ピーナだよ。イモピだよ。イモリでーす。今日は一般人のふりをして特典会に参加していきたいと思います。イエーイ。今日はジョッキさんでユアちゃんとエッグモデルさんのモマちゃんがイベントに参加しています。今日は変装して特典会に行ってリュアちゃんはついてくれるのか検証していきたいと思います。イエーイ。それではどうぞ。はい、ということで今日ね、朝から変装グッズを集めてまいりました。で、今日は女の子っぽいコーデで来てくれてるということで、なかなか珍しい服装なんではないでしょうか。めちゃくちゃ珍しい。でもリーナは着替えるんだよね。はい、ゆあちゃんカラーの洋服に着替えます。はい、で、今は今日は女の子らしくちょっと姫ギャル風なね感じで攻めていこうかなと思います。はい、で、2人には今回のカツラをかぶってもらいたいと思います。ちなみにカツラはかぶったことありますか？ありません。おー、ちなみに今はいつ被ったの？ちっちゃい頃とかにふざけてこうやって被ってみようかな。あ、興味でね。なるほどなるほど。リーナは今回初めてカツラを被るということでとても楽しみですね。楽しみ。でもさ、髪型が違うとさ、なんか気づかれにくい気はしない？そうだよね。髪型が目立つから。確かにこの髪型って言えば今だし、この髪型って言えばリーナだもんね。じゃあちょっとバレないように準備していきたいと思います。イエイイエイ。ということで、変装が終わりました。はい、ということで、二人ともね、かなりまあ、ウィッグもつけて、系統は違う感じで、真逆でできたかなと思うんですけど、じゃあ、イモからテーマを紹介してもらおうかな。ちょっとお姫様っぽく、まあ、ギャルみたいな。この頭にはふわふわつけて、ドレスも入っちゃったりとかしたって、ウィッグをつけました。このウィッグさ、ドンキさんのところで買ったご商品なんですけども、はい、馴染んでおりますね。え、このさ、カチューシャってさ、市販で売ってるやつ？これ、原宿で買いました。なんかさ、目ついてない？これ私物ですね、イモさんの。私物も組み合わせてくれました。結構女の子っぽい感じで、割りにくいのかなと思います。はい。はい、じゃあ続いて、イーナさん。リオちゃんカラーになりました。あと、真面目。真面目な感じでね。はい、黒髪ショートで、です。黒髪ショートで、です。はい。リナに関しては、やっぱギャルらしくファーをつけて、いつもの感じも出しつつっていう感じですね。でもさ、特典会の時って大体顔をメインじゃん。会話して握手したりとか。顔がいつもと違かったら、うまくいくんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、どうでしょう？絶対バレる。絶対バレる？なんか二人ともバレないようにするための作戦とかある？地声を出さないように。と笑わない。どんな声で喋るじゃん？高め。高め？ちょっとそれぞれやってみて。ゆうちゃんのファンなんです。今は。こんにちは。ゆうちゃんのファンです。なんかちょっと変な人だね。おどおどしてるの。ちょっとバレずにね、潜入ということなんで、最後まで気を抜かずに、はい、頑張っていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。頑張ります。絶対笑わないようにしましょう。頑張ります。後でサイン書いてもらってもいいですか？ありがとうございます。頑張ってください。写真撮りますか？はい。
さつきさん、どうしたの？さつき、あ、さつきさん、はい、見たことはありますけども、でも一応なんか初めて来たみたいだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、またお願いします。ねえ待って、ねえ、ねえ、ねえ、お腹こぼれそう。あ、もういない。すごい緊張してる。一般人が一緒に撮らせてもらっちゃってすいません。一般人やばい。はい、ということで特訓会お疲れ様でした。イエーイ。今回なんですけれども、イモリーが一般人のふりしてイベントに潜入してみたという企画でした。今日はね、ドンキとエゴイさんのコラボで今回特典会やらせたということで、リモリの二人がね、潜入させていただいたんですけど、はい、普段からもよく会ってるリュアは気づきましたか？リモリはもちろん気づいたんですよ、サングラスが飛んでたから。で、その流れでリーナちゃんワンチャン来るかなって思ったから、すぐ気づきました。順番ってことだね。ちなみにエッグモデルモアさんも結構この2人スナップにもね参加してるということで、もう何度か顔を見たことあるかなっていう感じであったんですけど、ちょっと話したことがあんまないから最初全然分かんなかったけど、リアちゃんの反応であ、コケルの子だと思って刺された。うん、なるほど。2人やってみてどうでしたか？もうちょっとバレて悔しいね。ちょっとまたね、全く違う感じでリベンジをできたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。リュアとモモアから今日のイベントの感想もいただいていいですか？はい、夢だったドンキさんとのコラボで本当に聞いた時は嬉しかったし、今日もいろんな方と一緒におしゃべりできて楽しかったです。ありがとうございました。モモアさんお願いします。普段からすごい大好きなドンキさんとエゴイストさんのコラボで呼んでもらえて、たくさんのファンの方にも会えて幸せな一日でした。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、コギャルでした。